この花区にある公立小学校。大阪市立賠孝小学校の過密化解消のため、1961年に同校から分離して新設開校した。開設当時、2から4年生が賠孝小学校より転入した。開校当時の校長、教頭、教員を、はじめ、全生徒で校庭の東北方面の角に、春日山を土を持って山を造営した。そこに、 かやぶきの山小屋を一串周りに土塀、山道を作り、その道端には花々を植えた。楽しい遊び場になった。さらに水田も造営した。さらに境から風車を持ち込み立てた。あとには、正門裏噴水池に一時的ではあるが、ペンギン二頭がやってきた。音楽教育に熱心で、共闘の温度取りで、古敵隊が結成された。 毎日の練習とオーディションの成果でレベルが上がり、フェスティバルホールへの出演やこの花久大通りでの古敵隊の演奏更新、阪急西宮球場で行われた阪急ブレイブスのイベントなどに参加した。その後、ブラスバンドの結成へと発展した。かつて戦前に同盟の春日出小学校があったが、学校遠隔市場では連続していない。戦前の春日ガ小学校は、 明治時代初期の1873年に、西成郡第二小区第二番小学校として設置され、後に大阪市春日出神人城高等小学校、大阪市春日出国民学校などと改称した。しかし1947年の学生改革により、校舎を新生大阪市立この花第一中学校に転用することになったため、 大阪市立四冠島小学校へ登校されて廃校となった。ありがとうございます。